萩生田さんね、はい、萩生田さんも、まあ、書いてもらってるんですけど、萩生田さん彼もあれ被害者ですよね。萩生田さん完全に被害者ですよ。それでね、萩生田さんはまあそのよくあの例のバーベキューの写真出されるわけはいはい、はい、必ず、はいはい、そうですね、あのバーベキューの写真っていうのはですね、はい、あの萩生田さんこの文章の中で書いてるけど、はい、2013年5月10日に私が自分のブログに投稿したもんだと、はい、でそれで、はい、あの時のゴールデンウィークに川口湖畔で開催されたバーベキューに参加した時に撮影したと、はい、で当時は50人近い人たちが参加していましたが、うん、そこで総理と加計理事長にご挨拶できた一瞬を切り取ったものです、うん、当然特区申請の話題など触れもしませんと、でゴルフに行ってんだから、はい、でこの写真を出してですね、はい、萩生田は加計理事長と付き合いがないと言いながらこんなに懇意している写真を撮っていた、萩生田は嘘をついていると、うん、こういうふうに報じるわけだ。それでね、これではなんでその加計理事長と付き合いがないと言ったかというと、それは国会の質問で桜井充議員がですね、その要するに彼があの萩生田さんが千葉科学大学の名誉客員教授をしてたと、その時にそのじゃあ以前からこの科学学の理事長とお付き合いはあったんですかと聞かれたから、いや私は理事長とはお付き合いございませんでしたと、はい、要するにその学校に来るまで付き合いがなかったと、そうですね、こういうことを言ってるだけなんですよ、はい、ね、はい、だから当然付き合いはございませんでしたと、うん、言ってるのに、はい、この写真を報じながらですね、はい、萩生田は付き合いがないと言いながらこんなに懇意にしている写真を撮っていたと、はい、これはですね、で虚偽答弁だと、はい、まあ、こうやってまた国会で責められた、これおかしいよと、はい、まあこういう話ですよね。そうですね。でしかもね、ひどいのはね、この間ね、はい、朝日新聞は一度も自分のところ取材に来なかったと、あ、はい、これももうちょっと致命的だと思いますけど ね、はい、そうですね、産経だけだと自分のところに来たのは、うんうん、でこの答弁と、客員教授になる時の時間軸を無視して言ってるんですよね、うんうんうん、まあ、そうですね、はい、それもそうですね、はい、で萩生田さんがね、選挙の時にね、あの人はあの多摩の方だからさ、演説、街頭演説してたらね、ヤジで賭け問題を説明しようとヤジが飛んだんだと、はい、それで演説後にね、ヤジを飛ばした方のところへ行ったと、はい、で説明しますから何がわからないのか教えてくださいと話しかけると、その人は何がなんて俺は知らないけれど、あんたは悪いことをして嘘をついてるんだろう、テレビでそう言っていたと、なんか、ね、たまったもんじゃないですよ、これ、うん、これは朝日の仕組んだ、いやだから、いや、印象操作ですよ ね、これこそ、うん、はい、それこれあの萩田さんがそういうふうに実例を出したってことは非常にね、はい、あのこれ参考になりますね、はい、だから実際そういうような効果が起きたってことなんですよ。で、あれだけ、あれだけしつこくね、はい、やってだからね、そればっかりあの見てたらね、視聴者はみんな、ね、洗脳されちゃうわけですよ。そうなんだ、だから何の要するに根拠も何にも、何にもなしにね、で萩生田さんが何が悪いのかも分かんないで、はい、うん、あのこの人は悪いやつだとかね、そう思っちゃうでしょ、はい、だから安倍は信用できないとかね、でしかもそういうふうになっちゃう。その選挙の前とかにも、あのインタビューして、主婦とかにインタビューして、安倍政権ってどう思いますかと、今回の賭け問題ちゃんと説明できてますかって言ったら、いやーできてないですね、真っ黒ですねとかいうのをずっとこうね、あの新橋のサラリーマンに聞いたりしたりとか、バーッともうサブにリミナルにね、あの主婦の意見だとか、もういろんな人の意見をそうやって出していってるんで、結局安倍さんの方はないことをないですと、証明できない、証明できてない、反対側もね、証明できてないことをでもずっとやってるから、結局グレーゾーンじゃなくて真っ黒でしょみたいな感じのコメントがどんどん出てきちゃう、うん、それで今和田君が言ったんで思い出したけどさ、はい、なんかサラリーマンによく聞くじゃない、はい、ちょっと体の新橋の駅前なんで、そう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 、大体みんなね酒飲んで酔っ払ってるようなの聞くんだ、あれ丸の内に行って聞いたっていうの聞いたことないんだよ。確かに丸の内のサラリーマンに聞きました、はい、ね、丸の内行ってさ、昼間でも聞けよと、はい、いつもね夜ね、はい、あの酒で酔っ払ったおじさんたちに、はいはいね、新橋の駅前で聞いてるんだ、はいはいはい、あれもなんかワンパターンっていうか、そうです、ね、あれがないよね、はい、工夫がね、そうですね、しかも酔っ払ってるから投げやりですからね、そうだけど本当にね、このこれ象徴してるよね、何がなんて俺は知らないけど、はい、あんたは悪いことして嘘をついてるんだと、うん、こんなこと言われたら確かに、ね、もう困っちゃうよね、うん、だからこれなんだ、あの恐ろしい威力がね、わ、うん、かりますね、これでね、そうそう、地上波テレビでね、で今西村さんがおっしゃったように、その
テレビはもう朝日の言うことはもうなんていうか朝日が報じてるからいいって言っても報じちゃうからね、はい、どんどんね。そうなんですよ。これそのちょっとまたあったんだけどこれね、うん、これあの3月24日のね、あの籠池がね承認喚問に出た後のね新聞記事、朝日の記事なんだよ。これ異常なんだよ。あ、これ見たことなかった。要するにね作ったんだよこれね。あの一面はね昭恵氏夫人職員が関与と、もうこれみんなあのおっさんの話ですよ、を元にしてるんだよ、詐欺師の。でその二面はね昭恵氏家中にファックスに夫人へ報告100万円匿名電話で受けたまった、焦る政権一斉火消しとかみんな言ってるわね。二面社説昭恵氏の招致が必要だ、天聖人語これもですねそういうこと書いてある、それから39面籠池節土曜日国会事実は小説よりもきなり、これ一日の新聞ですか。これ四面深まる疑念野党構成、37面籠池氏昭恵夫人から口止め料とも取れるメールとかね、こんだけね、紙面つぶしてやってる、その昭恵さんが関与してるとかね、そういう印象操作もいいとこなんだから、ひどいよこれはっきり言って、もうそうこれで印象操作やってませんっていうふうには言えないですよね、こんだけやってて、こういうの連日やってるわけだ、証拠がないままやってるわけですからね。でやっぱこの朝日の編集部員とその社長がね不倫してるっていうのをこんだけやったらブチ切れるでしょ、朝日だって、証拠もないまま。これ歴史に残りますよ、萩生田さんだってそれはもう煮えくり返るような思いがしたと思うけど、はっきり言ってこんなことを書いて、まあその幸いなんか選挙でちゃんと当選したから良かったですけどね、そうですね、あれちょっと弱い政治家なら怒ってもダクションですよ、あれあんなとこあるから。